そのキックオフの瞬間です。ジャスティン・バーレル、そしてラベナニ、さあ最後決めたのは背番号12番のブロック・モータムです。そして谷直樹、つないとつないでいます。ここからつないがスリーでくる、決まりました。バウンドパスはトレイ・ポーターに、そしてスパイクス、どうだ、合います。しかしここはつないが今スリー、そして1回谷に、あーここは決まりました。今日はこういったターンオーバーのシーンも、さあそしてトレイポーター、振り向いてシュートを決めていきました。これでまた13点差。今日はなんとスリーポイント10本目ということになりました。トレイポーター今日2本目のスリーポイント決まりました。そしてここはモータム、フリースローを決めて、さあこれで11点差。バーレルダンク、滋賀は21番の田原、マッチアップには10番の渡辺ついている。モータム一旦バウンドパスから、ここはモータムです。そして左サイド、最後はラベナのスリー、ここはしっかり決まった。そして今大きな拍手が起きたのは滋賀ブースター。息詰まるような残り時間4分16秒の攻防です。さあモータム、そのボール合いません。もう一回モータム行く、トレイポーターがつく、ポーターがついている。そして今日30得点のモータム、今度はまた滋賀が逆転に成功しました。逆に第4クォーターで滋賀が逆転に成功しています。また取った、ジャスティン・バーレル、このボールをバーレルが取る、枠が、そして長身のモータム、12番のモータム決めた。さあ神戸速攻を仕掛ける、キャロラインのスリーだ、決まった。これで2ポイント差。いやですからこう今日の試合まではもう残り時間がない。堂原入りません、ここでブザー、試合終了。